それでは本日も国家公務員の試験水理学を取り上げたいと思います。で、全水圧ですが、もうすごい簡単な問題です。以前出ているのは29、25、24という問題が出てますが、まあ、それぞれこのような形で出ているのが29年と25年、このような水圧、全水圧と言われれば、もうこの三角形の面積を求めてやればいいということになります。で、三角形の面積で奥行き1メートルあたりの問題がよく出てますので、この底辺は何かというと、水圧は深さに比例するのでロー GH でしたというのを用いて、で、そして高さは深さと一定なので一緒なので、だからロー GH に H をかけて三角形の面積なので1/2、そして奥行き1メートルあたりかける1、まあ、奥行きが2メートルあたりかける2というような形の、解き方で水圧は、全水圧は出てきます。で、平成24年にはどのように出てるかというと、このような門平があったと、この扉の水圧はいくらですかと言われたら、この形になれば台形になりますので、深さにおけるこうロー GH ですね。で、そしてここもロー GH で、上底足す下底かける高さ割る2かける奥行きをすれば出てきますので、ここもロー GH、 そして深いところのロー GH、 それぞれの深さがありますので、それのこれの場合は台形の面積で解けるんですね。ここは台形です。このような問題が24年にやってました。こっちは三角形。まあ、水圧は深さに比例しますので、このような形で解けばいい。で、ここに土質力学のランキン主導度圧というふうに平成27年に出てますが、このような擁壁があって、で、そして土。こちらは土になります。水圧ではないのね。度圧なので。土があります。これも同じように解けばいいと。で、この三角形の面積。で、土圧なので、今度は土の密度っていうのが与えてあって、で、出てきます。これも三角形の面積です。で、これだけ違うのは、土圧だけ違うのは何かというと、ランキンの主導土圧であれば、ランキンの主導土圧係数。だからその三角形の面積にかけるランキン係数をしてあげたものが主導度圧と度圧になりますよというのがこの問題です。これは平成27年出ています。では今回は全くどこにも出ていませんが、このような問題を取り上げてみました。このようなロックフィルダムがあった。で、今までは水圧といえばこうやって90度で水圧を受けてましたが、今回ロックフィルダム、このような斜めになっている。今回は1対2の、傾斜が取られているという問題で、これの全水圧はいくらですかという問題です。全水圧、水圧はこの面に対して必ず直角に作用しますので、このように深さでの水圧はかかりますよ。で、それが深さに比例するので、このような形で水圧は作用しますよっていう問題になります。このように作用しているということは分かってくれればいいです。では、ここの深さは、深さが今回この問題では、問題に与えてませんでした。深さは、この深さは今回は25メートル、というふうに与えてあります。で、こ
の水圧はいくらか、そうなった場合はここの矢印、一番深い部分の矢印は25メーターの深さがありますので、水圧の場合は必ず壁面に対して直角ですので、ここがロー GH になります。で、ここが直角であれば三角形の面積、底辺がこれ、高さがこれになります。となると、この斜めの部分、これ1対2なので、斜めのところはどうなるかというと、1の2乗足す2の2乗、三平方の定理で解けますね。なので、ここの部分はルート5と、1対2対ルート5になるということになりますので、ここの部分の長さがいくらになるかという計算をしてあげること。そうすると1の部分が251対25イコール1対25です。1対25となった場合、じゃあここの部分はとなると、ここはルート5対 x となれば、 x は25ルート5になります。ということで、ロー GH、 ここが25ルート5になりますので、じゃあ三角形の面積、三角形の面積で全水圧は ρgh、 ρ は1000、 g は国家公務員試験の場合は普通は 9.8 ですが10というふうに与えてありました。 h がいくらか、 h は25、これが ρgh で、かける今回高さはこの部分になりますね、直角はここなので、直角なので底辺かける高さ、高さが25ルート5かける三角形の面積で2分の1で、奥行き1メートルあたりがよく出るので、奥行き1メートルあたりかける1メートルというようにしていきますよと。で、これを計算するときに、まあ、ルート5を使って答えを出すのか、じゃあルート5は、ルート5はもう 2. 富士山麓にオウムなく、富士山麓なので 2.24 と、こんな風にルート5は与えられると思います。まあ、これぐらいは覚えておきましょう。で、これらを計算すれば約分ができますね。で、これを計算していくと、結局 7×10⁶ ニュートンという力がかかります。で、まあ、他に単位で表すとすれば、ありえるのはかける ×10⁶、10⁓であればキロです。じゃあ ×10⁶ はとなると、7メガニュートン、こういう形で表してもいいですね。なので、以前からこういう問題出ていませんが、まあ、こういう斜めのところに、ロックフィルダムのような斜めの壁面にかかる全水圧はいくらですかという問題が出てもおかしくないと思いますので、まあ、けど、これほど簡単ではありませんが、こちらほど簡単ではありません。このような直角ですぐかかっているものよりは簡単ではありませんが、まあ、数学的にこういうのが出てれば、ここの部分にかかるもの、で、一番深いところの水圧、それの壁面の長さ、三角形の面積という形で解くだけなので、難しくありません。だから、これと似たような形のレベルの問題で出るということがありえますので、しっかりとこういうのもチェックをして、本番を迎えるようにしましょう。あと2日です。いよいよ明日が本番になります。しっかりと頑張って、
明日いい状態で迎えるようにしましょう。追い込み頑張ってください。終わります。